こんにちは、日向祐一です。夫にとってセックスレスが辛い理由ということで、お話をしてきましたけど、今回3回目です。で、第一コリントの7章のところに、このような言葉があります。2節からお読みしますね。みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持っておらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いに相手を拒んではいけませんということで、これは夫婦 の、 性生活について、非常に多くのを語っている部分だというふうに理解することができます。で、非常に多くのことをここから語ることができるんですけど、それぞれ、夫婦が、相手に対して義務を果たしなさいということを言われているわけですね。で、義務というのは何なのかということですね。で、正しい務めと書いて義務ですので、本来相手に与えるべきものを与えるということに、そういうふうに理解することができるわけです。そして、この夫婦の性というのは、性生活というのは、結婚の非常に重要な要素だということを前回見てきましたので、前回、前々回見てきましたので、妻にとっては、夫の性的な求めに応じることというのは、正しい務めだというふうに言うことができるわけですね。で、それは嫌々ながら、することもできるんですけど、それを相手に対する愛情表現だというふうに、捉えることができるわけですね。で、夫の務めは何かというと、夫の妻に対する務めというのは、相手の気持ちを受け止めてあげる、会話をする、そして会話の中で相手の気持ちをしっかり受け止めてあげるということになるわけです。で、それと同時に自分の気持ちを分かち合って、気持ちを通じ合わせるというのが、夫にとっては、正しい務めというふうに言うことができると思うんですね。他にもさまざまなポイントがあるんですけど、夫婦の関係、お互いを満たすということにおいては、夫は妻をいたわり思いやること、そして、妻は夫を慰め励ますこと、そしてその慰めと励ましの、非常に大きな部分というのが性生活に含まれるということになります。で、聖書は、性を、そのように非常に美、夫婦の間の性を非常に美しいものとして、そして、夫婦の関係の外の性を、非常に汚れたものとして、避けるべきものとして表現しているわけですけど、それは、本当の幸せっていうのはどういうものなのかっていうのを、神様の方が人間よりもよくご存知だということなんですね。ですので、結婚した夫婦で会話がなくなる、結婚した夫婦が性生活がおろそかになってしまうというのは、実は、楽な方に流れていってるようで、夫婦関係を破壊してしまうということなんですよね。ですので、みだらな行いを避けるために、それぞれ義務を果たして相手を拒んではいけませんということになっていますので、それが満たされないと、ご主人たちは実は離婚をしたいと思うようになったりとか、そして、他の女性に対して、他の女性から受ける誘惑に対して、非常に脆くなってしまうということなんですね。で、セックスレスだからといって他の女性と関係を持っていいわけではないんですけれど、そういう誘惑に対して非常にご主人は無防備に弱くなってしまうということを覚えていただければいいかなと思います。でも妻との関係で満たされている人は、他の女性からの、魅力的に見える女性からの誘惑というか、惹かれる
まあ、魅力ですね、まあ、そういうものに対して、ね、守られるということを覚えていていただければいいかなと思います。でそういう意味では、まあ、奥さんの影響力っていうかね、奥さんの力って本当に大きいんですよね。ですから自分は、まあ、夫を幸せにするのも不幸にするのも、まあ、自分との性生活が非常に大きな要素なんだ、自分次第なんだっていうことを、まあ、奥さんたちは覚えておいていただければいいかなと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。